いては若手有望株のチーム下克上。まあちょっと最近僕たちも走りも上手くなり、まあ古いね先輩たちはもういらない。だからもうやっぱこう下から上がってきた僕たちがね、あもう本当調子に乗ってる先輩たちをもうちょっとお前が調子やってやるぞと。勝てるです。勝てますよね。勝てます。当たります。まあ勝てますんじゃなくて勝っちゃうんで、下克上なんで、何恥じないようにバッチバチで優勝しますんで見といてくださいよ。昨日まあちょっと2位になったんで、はい、サクッと僕は横井君みたいにちょっとあんなきついことは言えませんけど、さらっとあの下克上させてもらう、ゆるーくね、ゆるーく下克上させてもらうんで、はい、この若手の豪華なこのメンツやばくないですかこれ。やばい。はい、期待して見ててください。みんな1号で走るんですけど僕だけ車違うんですが頑張って走りますのでよろしくお願いします。僕一人だけ先輩たちをぶっ殺す気で頑張ってますんで、まあみんなあのね、やっぱこういう勢いが大事だからね、うん、そうするとやっぱこう本番でも優勝できるっていう D1 グランプリでも優勝できるっていう感じなんで、あとりあえずやっつけますから待っててくださいよ先輩たち。その対戦相手は関西オールスター。関西の超人気老舗ドリフトイベント関西オールスター、その都道府県対抗団体戦で優勝したのがチーム兵庫県。その5人が大阪での D1 ということで地元チームとして特別参加。今回の大穴だ。マシンハンディをチームワークでカバーできるか。めちゃめちゃ寝癖満開なんですけど、うん、とりあえずまあ勝ちます。いや対戦相手が下克上ということで、さらにいやさらにですね、もうがっつりいきたいと思います。今回は勝ちに行きます。クラッシュはしません。俺違うやろ。では本番、チーム下克上の神業に場内騒然。どんな走り見せるんだ。じゃあやばいぞ、綺麗に決めてくるか。このチーム下克上の5人組、スタンディングオベーション。5台で上がりますよこれ、はい、5台で5台4台で5台目の距離もすごい、はい、この路面コンディションで角度っていうのが一番、はい、この距離ですよね、はい、これ5台でこの路面でしょ。いやこれちょっとビビりました。この怪我さった関西オールスター、地元の雄としてミラクルを起こせるか。さあこれ以上の走りができるのか。チーム下克上に対してそれ以上の走りがいけるか。5人にこの5人にいけるのか。スピード街道、スピード街道先頭攻めてきた。あとは1台目、危ない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 、4台目5台目来ている。さあスピード街道のシンガリで決めた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 。さあそれでもなんとかいっている。それでもなんとかこれを踏ん張りたいところだ。関西の意地にかけてこの関西オールスター。さあここまで綺麗になってきた。1、2、3、4。今日はあわやの展開、高級車対下克上。いよいよ決勝戦、まさに下克上の戦いが始まった。まずは高級車 LFA 先行で入ってくる。後ろから高山、上野が、そして時田が、ゼロクラウン時田がやらかした。ちょうどここ帰ってくるとこどうすんだこの看板。いくでしょ。やばいぞやばいぞ。いや LFA がかわすぞ、かわすぞ。来ました、時田雅也
しい。困った人ですね、あのね。ポンコツだね。いやポンコツと言われるだけあるな。本当にもうちょっと足引っ張る形、ね、行き場所がなくなっちゃったんだもん。だってしょうがないでしょ。看板は見えてた。看板は見えてて、まあそこはかわしながら立ち上がったから問題ないですけど、やっぱり時高足引っ張ってんじゃねえかよ。走るにつれて冴え渡る下克上のチームワークは圧巻。横井正治、田中誠美、平島明、松山奥田、寺町久里子、寺町先頭に大野さん、またすごいスピード。疲れた、すごいね。これはもうあの審査員いらないですね。あのお客さん、当然これ今チーム下克上でいいと思う方拍手。アナウンサー、あのチーム高級車が勝手に並んでるんですけど。シャドウで、いや、ないないない。すいません、後輩の皆さん、もう一歩行かせてください。トラクターが足を引っ張ったんです。すいません、もう一歩やらせてください。皆さん、チーム高級車もう一本よろしいでしょうか。よろしいということで拍手をお願いいたします。しょうがねえな、しょうがねえな、おい。恥を忍んでの泣きの一回、お前ら男を見せやがれ。もう一本やってもなんか勝負は決まってるような気がしないではないんですが、こんな走りは見ることができないんで僕は見ときたいと、そういう感じがいたんです。おー、来た、おー、来た、視線があの子供の成長を見守るような感じでしたね、はい。さあ、じゃあこれはチーム下克上がもう一回、じゃあこれでもかというのをもう決めれば決定ですね。あれ以上あるのかな、分かりませんけど行ってみましょう。もう明らかにこの人たちもちょっとおかしな様子です。本当にすごい走りになってます。寺町が行く、松山が行く、いやー、まだまだまだ、すごいところだ。はい、結果発表、ね、よろしいですね、はい。後輩に泣きの一本お願いするこの情けなさ。すみません、本当にこのポンコツがすみませんでした。ということで団体番長はチーム下克上、圧巻の走りだった。チーム下克上の走りがどんだけすごかったか、皆さん拍手をお願いいたします。これすごかったんです。本当に全然ね、今村さん、はい、勝負になりません。いや、やっぱこれからのね、時代をこう背負う僕たちですから。そうですね、はい、もうあれぐらいはちょろいんですよ。当たり前だと、はい、まあ、見せる走りだったらあれぐらいできるんですけど、わかりました。まあ僕たちもこれから頑張って戦っていくんで、はい、まあ頑張ってくださいね。すいません、ありがとうございます。ビデオ買って研究させていただきます。ありがとうございます。角度、追走、団体と3つの番長を決め、盛りだくさんだった Day1 大阪。次戦はいよいよ今年最後の戦い、お台場。今回以上の大騒ぎになること間違いなし。